新鮮な野菜と新鮮な果物。これはちょっともしかしたら違うかもしれないです。これはパッションフルーツで、あとはこういう自家製の漬物とか島豆腐の、なんだこれは、麻婆豆腐とか取ってきました。珍しいもの、朝のバイキングです。すごい綺麗なグラス、三品茶もあって、三品茶も周りにいろいろこういうふうにベンチがあって食べれるようになってる。徒歩で歩ける距離にロープウェイ乗れるところがあって、なんかここのホテルを泊まったらなんかクーポンというか一回往復の乗れる券もらったんで、せっかくなのでそれに乗ってみたいと思います。見て、すごい、今ロープウェイ乗るところの近くにいるんですけども、近くにカモがいる。こっちこっち、こんな近くにカモがたくさんいる。ここはセグウェイ渡るところですね。昨日こっちの方面来てなかったんだよ、分からなかったんですけど、この辺りはリゾートエリアみたいですね。今更かもしれないんですけど、不思議なリゾートの中でいろいろなホテルがこのエリアにたくさん集まっている感じですね。なんか建設中のところもいろいろとあります。でこっち側が海ですね。すごい今日もいい天気です。真っ青のすごい綺麗な青い空です。こういう南の島は植栽がすごい綺麗ですよね。本土にないような植物がたくさん植えられてます。あ、ほらビーチが見えた。見えないな、また見えなくなっちゃった。あっちの方なんだけど、あ、ビーチ、ロープウェイ見えました。あそこ、これこっちからずっと空の方に向かって行ってまた帰ってくるっていう、ね、ロープウェイになります。これになるわけですね。ここの下はゴルフコースですね。さっきゴルフカートとかも通ってますし、ゴルフプレイしてる人もちらほらいらっしゃいますね。すごい綺麗だから、すごい緑の芝生で綺麗です。今こちら降りてきたところで、ほら結構いい景色ですね。すごいいい景色です。これからまた降りて、今度はこっち側の景色ですね、を見ながらこのリフトに乗って降りていきます。すごい楽しい。ゴルフコースの上をこう空中散歩していく感じですね。すごい風がすごい綺麗です。これはいいです。これはね、リゾートに来たって感じですね。リフト面白かった。往復で800円で片道だと500円みたいですね。そう、私的にはこう上に、下から上に登る時の方が、あのセルフィーを撮る人にとってはこう後ろに
海をバックグラウンドに写真撮れるので、そっちの時の方がいいと思います、ね、あと一番上に着いたら一回降りないといけないんですけども、そこでもすごいいい景色が撮れます。で降りる時は、目で楽しむ方がいいです。結果的に、ね、一番上のこう眺める景色が一番最高です。なんか土とかによく生えてる草が砂浜に生えてますよ。すごい。これって普通？普通だっけ？で、危ない。石につまずいた。砂浜にこういった植物が育ってます。すごいですね。潮に強いのかな。あ、なんかいろいろな貝殻とか見つけられそうですね。すごいすごい。綺麗、見て。わあ、すごい透明。美しいですね。今日も気温は25度。壊れて小さくなった貝殻たちがたくさんありますよ。こんな小さい貝殻とか、なんか綺麗な色の貝殻もありますね。こんな青いのとか、こんな赤とかもある。こんな赤いのとか、こんな、ね、こんなカラフルな貝殻がたくさんありますね。とかもなんかターコイズブルーの色のこんなのもあるし、これは全部サンゴ。ヤドカリ、ヤドカリ、ヤドカリ、自然のヤドカリ初めて見ますよ。すごい、これ。今ね、私が近づいたから隠れちゃったけど、これヤドカリ。ちょっと出てくるのを待ちましょうか。ほら、あ、またまだいるのが分かってるから。ほらほらほら、あ、すごい。こんなの生きてるの、自然でこんな生きて動いてるの初めて見ました。おお、すごい可愛い。自然のヤドカリ、そう、ヤドカリ、タラハガリ知ってました？タラハガリってヤドカリかって知ってました？そう、このヤドカリの一種みたいですよ、タラハガリ。大きいカニ。これはサンゴですね。こんなに大きなサイズだったら、普通の石だったら動かせないですけど、これサンゴで、なんか空洞なんで、ほら、こんな感じで簡単に動かすことができます。ここにたくさんの貝が落ちてますね。たくさんの、ほら、ここら辺とかもみんな貝。気づかなかった。あ、これちょっと取れるかな。ほい、これ貝生きてるからくっついてる。庭にくっついてますね。ここら辺カラス貝。お、ここにも貝。ほら、こんな貝。すごい、ここたくさん貝がある。これも貝だし、ここもたくさんいる。岩のこういうくぼみのところにたくさん隠れてますね。こことかも。
辺りに泊まってる人はシャトルバスとかも無料で使えるみたいなので、すごいこのリゾート内の移動が便利です。こういう港とかの海もこんなに綺麗なんですね。ほらすごい、なんでこんなに綺麗なの、透き通ってますよ。すごい、こんなの太平洋で見られない色ですね。すごい綺麗。ほら透明、普通にボートとかがある。乗るのがあの船ですね。この大きな岩に張り付いてる、どうしてどうしてすごいですね。なんかびっくりするな、面白い、ここのお店でボート予約しました。普通だと2000円なんですけど、シギラビーチのホテルに泊まってる人は1600円で乗れるみたいです。だからラッキーですね。ここに小ヤギさんたちがいます。すぐ隣、このお店の隣にヤギ飼ってるみたいです。ほらあっちには大きな大人のヤギもいる。何してるんだろう、なんか草食べてるな岩に生えてる草食べてる、面白い。シースカイハクワイという山に挑戦しました。魚がいる、ここに大きいのがいる、すごい目の前、大きい、あ、ちっちゃいのもいる、もうすごいたくさん魚、こんなのが見える、すごい、あ、この辺サンゴ礁、たくさんサンゴがありますね。手でなんか捕まえたいです。これが魚の世界なんですね。楽しかったけど、ちょっと船酔いしたかもしれないです。45分間の乗船でしたね。で、サンゴ礁の周りはね、すごいちっちゃな魚がたくさんいて、カラフルなやつ。あと大きな、なんかアジって言ってたんですけど、あんな大きな、世界一大きなアジって言ってましたね。あんな黒い大きなのがアジなんですね。びっくりしました。あとね、サンゴ礁もね、いろんな形のがあったり、色も赤と緑とか黄色とか白とかいろんな色のサンゴ礁があって、初めてその海の中でサンゴ礁を見れたのがすごいいい経験でした。あとね、はっきりは見えなかったんですけども、ウミガメも見ることができてすごい良かったですちょっと気持ち悪いかもしれないちょっと船酔い